この動画はストーリーの途中です。最初から見たい場合は、概要欄またはチャンネルページの再生リストからご視聴ください。なお、外国語に対応した字幕をつけておりますが、自動翻訳ですので、精度が低いことをご理解ください。それでは、本編をお楽しみください。そっか、彼から電話かかってきたんだ。よかったね、美穂子。え、あ、うん、そうなんだ。でもさ、私思うんだけど、これでよかったんじゃないかな。あいつなんだか言ってること変だったし。え、そりゃ確かに私は会ったことないけど、でも美穂子の話聞いてるとさ、ごめんなさい。よく知りもしないで彼のこと悪く言ったりして。うん、そうだね。話してみないとわからないよね。けどさ、彼もうバイト辞めたんだよね。会って話すってどうやって？大学の方乗り込む？美穂子にそれができる？でしょ？だからさ、もう諦めた方が。わかった。わかったから。だからもう、泣かないの。そうだね。もう一度会って話さないとね。自分の気持ちに決着つけないとね。頑張れ、美穂子。私もできる限り応援するからさ。じゃあ、そろそろ学校出ておいでよ。みんな寂しがってるよ。うん。じゃあね。もうこれだけでもう小春ちゃんのルートはもう楽しいことが確定しとるねんか。わかる？この感じ。ね。彼女は攻略対象のヒロインなわけよ。ね、こうやって少しずつ少しずつ、ゆっくりとゆっくりとその目がね、芽吹いて、目がめでて膨らんで花が咲いて実になるわけですよ。うん、でもちなみにちょっと先の話になるけど、小春ちゃんの登場はもうちょっと後になります。もうちょっとというか結構後になりますね。エンディング2つ、普通のエンディング、ノーマルエンドっていうのが2つありまして、その2つをクリアした後に、千秋のエンドに行きます。次は。その後、小春ちゃんのエンドに行って、で、マリさんのエンド。で、刹那。っていう感じになります。なんで、だいぶ先ですね。年内にはいけると思う。まだ2ヶ月あるからな。2ヶ月、1ヶ月半あるか。ならいけるな。年内くらいかな。多分刹那とかが来年になると思うんで。おはよう、小春。何？今の矢だから？今日も休み？おはよう、さゆり、あこ。今日もギリギリだね。なに、まだフォローしてんの？別にどこも悪くないでしょ。推薦がほとんど決まったからサボってるだけで。そんなんじゃないんだよ。ちょっといろいろあってさ。あの子ちょっと勝手なところあるよね。小春が面倒見すぎるから頼りきってる感じ。だからそんなんじゃ。ねえ、本当に矢田も連れてくの？卒業旅行。当たり前じゃない。今さら何言ってるの？あの子さ、修学旅行の時もちょっと揉めたじゃん。で、旅館で雰囲気悪くなっちゃって。思い込み激しいところあるんだよね。一人で勝手に落ち込んで周りまで暗くするみたいな。
揉めるってのは本音で話せてる証拠。あんたたちだって好きだからきついこと言うんでしょ？なのかな。ま、小春がそう言うなら。それよりもこっちの資金難の方を心配して。そろそろバイト始めないとやばいかも。貸すよ、足りなかったら。別に返すのはいつでもいいし。そういうブルジョワなこと言わないで。さ、ホームルーム始まるよ。教室戻ろ。はーい、委員長殿。前期のね。よー、おはよう杉浦。急がないと遅刻だぞ。遅刻はそっちでしょ。委員長のくせに廊下を走るな、小木曽。後期が荒れちゃね。世界ってのは狭いな。やつも絡んでくるんだよな、弟くん。世界ってのは狭いよ。お、久々の登場。眩しい。おっきい。もうとっくに夜が明けてるからな。千秋の話もめっちゃ好きなんだよな。そういえば今何時？修行前にもしやと思い、顔を出した荻島研究所には、そのもしやの元がまたしても寝袋に包まれていた。8時40分。それでもまだ時間を聞かれるあたりは、曜日を聞かれた先週に比べたら進歩。ちょっと、まだ一コマ目も始まってないじゃん。もう少しゆっくり寝かせといてよ。まだ夕べの酒抜けてないのに。なんて、そんな低いレベルで満足してたらとてもじゃないがかわいそうすぎる。ツッコミどころが多すぎてまともに反論する気も起きないが、あえて一つ。レポートも書かないやつが学校に泊まり込むな。今後の俺が。寝袋からむくりと起き上がり、髪をかき上げながら盛大にあくびをする泉。早く起きろ。先輩たちが来る前に片付けて出てけよ。女の寝姿を目の当たりにしたんだからさ、もう少し照れが入ってもいいんじゃない？俺にそういう態度をとってほしいなら、もう少し色気のある仕草とか表情とか喋り方とかあるんじゃないのか？何？ハルキってばそういう思いっきり女の子っぽい女の子が趣味なわけ？そんな話はどうでもいいだろう。ああ、自分から振っておいて逃げてる。待って、一つ突っ込むと10個言い返されるからやめとくね。自分だけ留飲を下げておきながら俺の反撃を封じるな。汚いぞ。で、ハルキはどうしてわざわざ朝早くからそんな色気のない女に会いに来たわけ？朝出ないと大学いないじゃないか、お前。泉に会いに来たと決めつけられたのは尺だが、今回ばかりは事実なので言い訳もできない。ふーん、とうとう私に本気になった？さっきから色気がない色気がないって言ってたのは本当の気持ちを隠すための照れ隠し？ああ、本気だとも。おお。未提出のレポートの締め切り、教授に頼み込んで冬休み前まで伸ばしてもらったから、何が何でも完成させてもらうぞ。うわぁ。考えること全部顔に出てるな。あ、出るなこいつ。なんという分かりやすいやつ。どうやら泉の教育係らしいからな。俺は任命されたからには全力で当たる所存だ。今後ともよろしく。あれ、本気だったの教授らしい。
というか嘘から出た誠だったみたいで、何しろ今の出席率と課題提出率と試験結果では泉は遠からず除名処分になるのが確定という状況で、そんなところにひょっこり顔を出し彼女を心配する素振りを見せてしまった俺は、教授にとっては地獄で棒に当たったようなものだったとか。ちょっとハルキ、なんでそんな勝手な約束取り付けてくるのよ。そして泉は予想通り自分に背負わされた理不尽な義務に怒る。レポートとか課題の未提出なんて気づかれなければどうってことないじゃん。あるわい。あまりにも理不尽な言い草とともに。そもそも絶対気づかれてるから、ちゃんとチェックされてるから。いざとなったら手伝ってくれるんだよね、ハルキ。まあ少しくらいなら。教授にも頼まれたし。よし、じゃあ担当分け、テーマ選定と資料集めとレポート作成がハルキで、その他全部が私ってことで。それ全工程だから、何一つ自分でやるつもりないのかよ。お前は見守ってあげる、そばにいてあげる。ああ、午前中とか深夜とか空いてる時間だけだけど。そっちが俺の立ち位置だろ。しかもそれだけのことにすら時間制限って、こいつは一体一日を何時間で生きてるんだ。そうか、そういえば、ああそうか、まだ全然先か、もうちょっと先の話になるんだけど、今はちょっと割愛しますが、そもそも泉って何者っていうお話があるんだけど、これに関してはちょっともうちょっと先のお話なんで、必ず説明が、まあもちろんだけどありますんで、そこら辺は大丈夫、安心して見てください。そもそも俺、泉が大学にいるの寝てるか飯食ってる時しか見たことないぞ。だってさ、私がここ来るのは本能に根ざした欲求に勝てなくなった時だけだし。大学来てない時は何やってんだよ。食欲と睡眠欲以外の項目については考えないことにしよう。そりゃまあ遊んだり趣味に時間費やしたり大声出して騒いでたり。一つ一つの行動が全然脈絡ないじゃないか。あとこっちの質問に対して疑問形で答えてるぞ。そういう日本語の使い方をするな、国文のくせに。言葉の使い方なんて時代で変わっていくんだから、ずっと古い用法にこだわって文句ばっか垂れ流すのも痛いと思うんだな、私は。もういい、何とでも言え。とにかく泉のレポート提出期限は今月中。クリスマスも正月も返上したくなかったら何とかしろ。逃げたね。何とでも言えと言ったはずだ。俺に論争する気すら起こさせないとは、なんというどうしようもないへりくつだ。というわけで、これから毎週水曜はゼミの後、夕方から開けとけよ。それはつまり私にゼミに来いと。所属してんだから来て当然だろ。しかも夜の研究室でハルキと二人きり、それはまずいんじゃない。大丈夫、夜なら先輩たちもいる。私人がたくさんいると集中できない。なんて身勝手な。お前人生もうちょっと真面目に生きろよ。一番の新入りのくせに態度でかいこと。出ないとずっとパシリ扱いするやつがいるからな。仕方ない、特別に面倒を見させてあげよう。あんたも理解のある仲間を持って幸せ者だね、ハルキ。こいつ俺じゃなかったら今頃犯されているところだぞ。いや、そもそも泉は元からそういうやつだっけ。
見かけない顔だね。天文？何？じゃああんたここでは1年生？そっか。それじゃあ歓迎会やらないとね。うん、遠慮しないの。今日から仲間でしょ。というわけだからビール買ってきて、新入り。専門課程になって最初の教室で隣同士になったのが運の月。清慶から転部してきた俺が物珍しかったのか、その日のうちに缶ビールでの歓迎会、学食での二次会、居酒屋での三次会と次々に連れ回されたっけ。俺の出たばかりのバイト代を資源に。けれどこいつのこの仕打ちが原因で俺は1週間で同学年のやつら全員に顔を覚えられ、そして付属の頃のように全員の頼まれ事を引き受けるようになった。なんかそれで失敗したはずの北原春樹がなんでこんなことすんねんっていうね、未だになんでこんなことしとんねんってことを、まあ、確かに疑問には思うんだけど、やっぱあれだよね、あの本当に残念なことながら やっぱあの頃から時間が止まっとるんだよね。だからあの頃と同じ春樹に戻らんと正気を保てんよね。おお、書き込みすごいね。じゃあちょっとこのノート借りるよ北原。何？小木島ゼミ行くの春樹？あそこ課題多いって話だから別のところにしない？仕方ないな。私が落第しないようにちゃんとフォローしてよ。整った顔、引き締まったプロポーション、少し気だるげながら耳をくすぐるような心地いい声。ここまで造形的に美しくできた女でありながら、ここまで女を感じさせない女は初めてだった。おー、ちょっととある事情があってここら辺はあれなんですよね。ちょっと既読のしおりがついとるんですけど、そこら辺はあまり気にしないでください。はい、ここがまず一つの分岐点。この苦手だこいつっていうのを選択できないんですよ、これ。はい、これもうほぼルート1本みたいなもんで、のさっきも言ったようにノーマルエンド2つあって、その後その分岐で、ここに来るんで、だからここで一旦セーブしなくちゃいけないんですよ、うん、でセーブはしたんで、このままなんとなく心地いいに行きましょう。何笑ってるの？そんなに私と一緒にいられるのが嬉しい？まさか。ああ嬉しいね。行ったところで周囲にはあまりにキーに見られ、しかも泉には当然のように受け止められるこんな言葉、役が合ってる一理なしだから絶対に口にしないけど、それでも普通に友達でいられる泉のことが心地よかった。見返りが来ることを恐れずに世話を焼けることが俺にとってはありがたかった。ただまあ少しでも泉がやる気になってくれたなら、そっちは嬉しくないこともないような気がする。持って回りすぎだよ春樹。大引かもしれない。女の子とまともに向き合えなくなった俺が、なんとか女に分類される人間と一緒にいることで男としてのバランスを保とうとしているだけかもしれない。何しろこの失礼な発想できることが泉千秋という友人のかけがえのない部分だから。そして、付属時代の北原春樹を知らないから。こっちに来て初めて俺に声をかけてくれた恩人だからな。泉は春樹、慣れ慣れしいけど深く踏み込んでこない。損得感情で付き合える。人から受けた恩や好意を都合よく忘れてくれる。そうやって俺の抱えたものを忘れさせてくれるダメさ加減が心地いい。それこそが今の俺が
異性に求める気持ち。だからこの女とは恋愛抜きで友達でいられる。それじゃ毎週水曜ね。夕方から開けといてよ。ああ任せって。あんたの体とあんたの頭とそれからあんたの部屋の鍵をね。マンションの場所なら大丈夫、ちゃんと覚えてるから。専門家庭になって最初の教室で隣に同士になったのが運の月。整形から転部してきた俺が物珍しかったのか、その日のうちに缶ビールでの歓迎会、学食での二次会、居酒屋での三次会と次々に連れ回され、そこで潰れかけたこの女はあろうことか初対面の俺の部屋に上がり込んで、そのまま四次会になだれ込みやがった。あの後の掃除は大変だったっけ。大丈夫、約束するから。何を。何もしないから、少なくとも私の方からはさ。訂正、やっぱり苦手だこの女。でテーマは決めたのか。まあね。へえ。本日のゼミも終わり、研究室で4年や陰性、研究室が4年や陰性でにぎわう時間帯。やっと、本当の目的で研究室を利用できる境遇にありながら、大学にあっさり背を向けて家路を急ぐ俺たち。何かが違う、どこかが間違っている。北陸地方の民話についてちょっとね。そりゃまたえらくマニアックな題材だな。資料とか揃うか。大学に入る前に一度詳しく調べたことあるから、その時の資料を丸写しすればなんとか。昔は勤勉だったんだな。しかし今は俺の隣にいる泉のモチベーションを保つことこそが全てにおいて、優先される。部屋を提供したりとか、マンションに女を連れ込んだりとか、二人きりで時間を一緒に過ごしたりとか。他の人間なら、いや数年前の俺でさえ心ときめくはずのイベントが、今はもうずっと胃に重くのしかかるただの義務。それにしても泉って向こうの出身なのか。富山、石川。東京生まれの東京育ちだけど。なんでそんなこと聞くの。いや、なんでって。相変わらず目のつけどころがエッジというか、俺が思いつかないことを平然とやってのけるというか。普通地元の人間でもないやつが学園時代にそんなこと調べるか。大学受験とだって何の関係もないだろ。泉はそんな素朴な疑問を呈した俺の顔をまた心の中まで覗き込むようにじっと見つめると、春樹はさ、真面目で勤勉かもしれないけど、無駄な努力をするゆとりがないよね。え？バカにしているわけじゃなさそうなんだけど、なんだか少し残念そうなため息をつくと、やっぱり俺の少し痛いところをついてくる。どうせ今日の夕ご飯もさ、コンビニ弁当か外食で済ませようとか考えてたでしょ。せっかく二人で食べるのにさ。いや、ちょっと待て。お前、晩飯まで俺に作らせるつもりだったのか。ほらね、そういう一切の無駄を省いた非人間的な生活サイクルが。それってゆとりとか余裕とか無駄を楽しむとか以前に、俺が泉に貢ぎっぱなしなのでは。な
男としての器小さくない？ああ、私を失望させてほしくないよね、ハルキ。お前のこと、お腹を痛めて産んだ記憶もないのに、なんでここまでパラサイトされなくちゃ。ん？あら。泉の芸術的なまでに俺に合わせる気のない会話にいつものように脳を心地よく揺すられていたその時、正門のところに人待ち顔の昔見慣れた制服姿の少女。おっと失礼。ん？先週同じように俺を待ち伏せて俺の感情をぐちゃぐちゃにかき回してくれた。あの子？春樹の彼女？待て、なんてこと言うんだ。あの制服、付属のだぞ。ハルキの分けあり女？人の言いたいことをきちんと理解してくれ。向こうの視線が俺に向かったところを敏感に察知した泉が、わざと斜め上の質問をして俺に揺さぶりをかけてくる。ブラフだよな。本気で俺の守備範囲とか信じちゃいないよな。じゃあ何なの？彼女に見つかると何かやばいの？実は彼女の友達にちょっと悪いことして、それで彼女を怒らせてて。なんだよ。彼女の友達って同級生なんでしょ？結局ふざこの子に悪さしてんじゃん。待て、悪さと悪いことの間には埋めようのない深い解釈の溝があること知ってて、わざと誤解しただろ今。なるほどね。彼女がわーって見とる、ずっとじーっとにらみつけとる間に事情説明するってなかなか悪いやつだよな。待たせんなよ小春ちゃんを。俺が大まかに事情説明する間、あの子、杉浦小春はずっとこちらを睨んだまま、けれど前みたいに自分から近寄ってこなかった。届かない思いに、伝わらない言葉に、そして分かってくれない大人よ。色男、年下殺し、犯罪者。黙れ。それはきっと俺の隣にいる、遠目から見たら美人に見えなくもない、しかも見た目だけじゃ性格もわからないこの女がいるからで。かといって前とちっとも変わらないあの様子じゃ、このまま肛門をくぐる時までそうやって見逃してくれるかというと。泉、ちょっとコンビニ出ても時間潰してて。どうすんの？話してくる、すぐに終わるから。深呼吸を一つ、そして重く沈む気持ちを奮い立たせると、まっすぐと彼女の方向へ一歩踏み出し、まあまあ待ちなさいって。はらい。シャツの、襟を思い切り引っ張られ、一瞬で目の前がふわりと暗くなった。ねえハルキ、ここは一つ私に任せてみない？お断りだ。なんてことしやがる、死ぬかと思ったぞ。なんてどうせスルーされるツッコミは振ることすら無駄だと分かっているので省略。理由はどうあれ、というかこれは間違いなく俺の責任だ。それに部外者に任せたら、あの子にまた何を言われるか。向こうだって部外者なんでしょ？え？なら私が出たところで部外者同士、文句を言われる筋合いはないんじゃない？あ、いや、それは。その正論を言ってしまったら、きっと彼女の闘志にさらに火をつけてしまうことになるだろう。だって俺ならきっとそうする。それに女の子同士の方が話が通じやすいと思うよ。どうせ春樹すっごくお堅い言葉で突っぱねて、ますます相手の怒りを買ってるんでしょ。見てたのかよ先週。
ね、ここは私に任せて。ごめんね。泉の方もここで、ここでの無駄なツッコミは控え、シンプルに本題を切り出してくる。要するに真面目に彼女と話をしに行くつもりのようだった。春樹、私以外の女の子と話すの苦手でしょ。任せて。見事一宿一般の恩義に応えてみせるよ。俺、飯食わせるとも止めるとも言ってないんだけど。さあさあ、春樹はスーパーで夕飯の買い出しでもしてきて。その間に私が平和的に話をつけとくから。泉、そこまで甘えるわけにいくかよ。お前なんかに任せたら話がさらにややこしくなるだけだ。それじゃまるで俺が逃げてるみたいじゃないか。おい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 、あの子、一回しか話したことないんだけど、かなり真面目で融通が効かなくて、自説曲げなくて、説得するの大変だと思う。なんて？いろいろと頭の中に浮かんだ断り文句を押し殺して、俺が送ったのは彼女と接する上でのアドバイス。大丈夫大丈夫だって。私、そういう気難しい人間の相手は慣れてるから。だから泉は俺の気持ちが一歩後ろに下がったことをきちんと感じ取ってくれた。このあたりの呼吸は半年レベルの知り合いにしては本当に貴重な存在だと思う。最後にちょっとだけ意味のわからないことをつぶやくことを除いては。